ユッキーです。酒好きなね、ユッキーです。そして、グラスマニアでもある、ユッキーの、今回、Amazon で、注文しました。以前から欲しかったグラスが、届きましたんで、ね、早速、開けていきましょう。ぷわか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 ということで、こちらが、まあ、2個買ったんですよ。うん。2個購入したんですが、こちらです。ボダムという、まあ、これ、メーカーの名前なんですけど、いわゆる、サーモスみたいなね、感じのやつですね。これ、ダブルウォールグラスっていう、この部分が真空になってる。透明で、ここの部分が真空になってるんで、保温とか保冷に、優れてるってやつです。で、こちらが、400cc ですね。で、もう一つがこちら。こちらが確か200cc。うん。こちらも同じくボダムの、真空断熱のガラスの、ね、商品。まあ、これ、ロックグラスとして使おうかなと思っております。値段が、こっちが、ちっちゃい方が、2500円ぐらい。まあ、セールだったんでね、セールだったんですけど。2500円。昨日セールだったんだよ。で、こっちが、3500円か、3800円ぐらい。こっちの方が高い。で、2個ついてるっていう。ただ、このダブルウォールグラスっていうのが、非常に、まあ、脆かったりってするってよく聞くんです。うん。まあ、それを本当のところどうなのか、ということで検証。まずはこっち。ね。そう。400cc。だよね。400cc なんで、これはカクテルとか、ジントニックとかを作るときに、使います。もしくはビールですね。ビールの場合だとバーって350のやつ1本注いで、さらに泡の分を考えるとだいたい 400cc なんです。それでは、開けましょう。あ、でけえ！あ、でっか！うわ、思った以上にでっか！これ。でっか！これあれだ。とんでもなくでかい。でね、このボダムのね、こちらに仕組みがあってですね、この底についてる変なのがあるんですが、これが、非常に、重要らしいです。説明書を読みましょう。ダブルボールグラスの特徴、本製品は、熟練した、職人によって一つ一つ丹念に、製造しています。手作りのため小さな気泡などの混入、また仕上がり、サイズ、重量に個人差があります。個体差です。熟練した職人による吹きガラス製法で一つずつ、作られたダブルウォールグラスは耐熱ガラスの、二重構造で、温かい飲み物は温かく、冷たい飲み物は冷たいまま、飲み物が美味しさを、持続させる保温性、保冷性に優れたグラスです。また、温かい飲み物を入れても熱くて持てないということは、いや、冷たい飲み物を入れても、結露で、グラスやテーブルが濡れることはありません。飲み物が、宙に浮いて見えるユニークなデザインが特徴で、ドリンクのグラスとしても、料理の器としても多種多様に、使用いただけます。グラスの底についている特許を取得した、疎水性のシリコンベントというやつは、外気圧と、中間層の空気の圧力を一定に保つ役割を果たし、空気のみを透過させ、水の混入を防ぎます。はぁ。で、ここにね、吹きガラスの、職人さんがいます。で、こちらなんですよ。ここが、このシリコンベントっていうのが、重要なものです。で、こちらがなんと、ガラスなんですけど、これ耐熱ガラスで、なんと、電子レンジも大丈夫。びっくりだよね。
なんか普通のさ、あの、ガラス製品だとさ、電子レンジで入れるとなんかさ、ぶっ壊れたりするような気がするじゃん。だがしかし、こちら、オーブンも大丈夫、電子レンジも大丈夫、熱湯も大丈夫、耐熱ガラスが、耐熱温度が120度。沸騰したお湯でも入れても余裕ですっていう。うん。と書いてあります。こちらがボダムジャパン株式会社、東京都渋谷区にある、会社みたいですね。ということです。一応二つ開けてみましょう。まあ、気泡が入ってたりってすることがあるって書いてある。特には問題ないです。うん。ここになんかシールが貼ってありますけど。で裏が、こんな感じ。ね。ここにボダムのマークがあって。はぁ、あ。そこのシール剥ぎましょう、これ。これ買った理由は、俺もあの、サーモスの耐熱、真空の、あの、やつ持ってるんですけど、あれだと、透明じゃないんで、あの、そういうことっすよね。基本的に酒動画とかで、あの、ビールとかだと、もうあの、色がわかんないと、あの、かなり、あの、色は重要なんですよ。ビールとかなんて。だから、あの、中身が見える。で、あともう一つ、だから、ガラスじゃない場合、その鉄とかのサーモスとかの場合だと、あの、グラスで入れるときと違って、カクテルとかハイボールとかを作るときに、最初に入れたそのどれぐらい、このコップの何分の何ぐらい入れたかな、みたいな、あの、酒をね、あの、ウイスキーとか入れたかなっていうのが見えないんですよ。サーモスだと。うん、鉄だから。あ、ま、アルミだからか。それがね、かなりデメリットなんです。ということで、これ洗って、ね。早速、氷を入れて実験してみましょう。いきなりパリーンって割れたらもうあれですよ。即クレームを入れて、あの、アマゾンに、あの、連絡して。こういう時にあれ便利なんですよ。アマゾンのサポートが半端ねえから、マジ。ヨドバシカメラとかだと、あれだから。これあれだわ。俺が、持ってる中のグラスの。グラスで俺が前買った、グラスがあって、これですね。確かワンオンスタンブラーだったっけ。これあの、ビールを、ドイツビールとか、で使うワンオンスタンブラーだっけ。これどうだったっけ。何オンスだったっけ。これよりは、これとほぼほぼ同じっすね。大きさとして。うん。やっぱでもこっちの方が若干、大きいけど、そこはほぼ変わんない。はぁ。こっちはこう入るから、まあ、あれか。うわぁ、これ、
どうなんだろう。楽しみ。はい、じゃーん、こちら、ローソンストア100で、108円で売ってる 1.3 キロの超お買い得、目玉商品。これ多分ね、ゆっくり入れないと割れるんだわ、おそらく。氷とかは。多分。なんかそういうの書いてあった、レビューで。怖え！これ大丈夫？今割れたんじゃない？割れてねえわ。怖え！最初の1個がすげえ怖い。最初の1個がすげえ怖い。じゃあ今日作るのはジントニックです。ジンはビーフィーター。冷蔵庫がさ、マジです。はい。ね。ライム 100%。うん。これ、砂糖入ってないからすげえ、ジントニックにはぴったり。ジントニックにはぴったりです。今日も暑いからな。今28度っすよ。28度。室温、気温28度。まあ 45cc 入れて。とんでもなく、あれだね。これを無編集であげるっていう、YouTuber 界でも多分、ほぼほぼいない、ね。このすんごいグダグダな、これで、もう13分も経ってるからです。はい、トニックウォーター。ウィルキンソンのトニックウォーター。こちら俺大好きです。ただし、残念ながら、賞味期限が切れております。なんでかっていうと、冬の間は、ジントニックは飲まないからです。これが2018年の11月の18日ですから、まあ、半年以上、前のやつです。そもそも最、ウィカンピー、あ、この縁が結構でかいです。うん、
俺がダイソーでおすすめする、薄張りグラス、108円の。あれは本当に口当てが神なんで、絶対買った方がいいですね。あれ108円でも、価格ぶっ壊れてますよ。うん。まあ、この口当たりがちょっと、やっぱ熱いんで、普通のコップよりも多分、これよりか若干熱いですね。1.5 倍ぐらいの厚さがあるんで。うん。ああ、やっぱ炭酸重要だな、これ。もう味とか賞味期限っていうのは、炭酸が抜けるっていうことですね。賞味期限っていうよりは。やっぱカクテルとかハイボールとか、にはやっぱね、炭酸が最重要。ミドボン買おうかな。ミドボンじゃあ、ソーダストリームとかね。自分で、炭酸水を作れますみたいな。ああいうの買った方がいいんじゃないかな。うん。まあ、いくらすんのかわかんないけど、高いよな、多分な。多分高いと思うんだな。やっぱ炭酸系はマジで。カクテルにはもう、必要不可欠。やっぱ炭酸がないからあんま美味しくないな。炭酸抜け切ってるから。あんま美味しくないわ。なんかあれだな。ジンライムみたいになってる。この器のあれなんだけど、レビューなんだけど、別に普通なんだよ。ただこれ、怖いのが、ここら辺が結露しないって書いてあるけど、若干やっぱ結露してる。若干やっぱ結露してんだ。で、結露することによってこれ、手が滑って、ツルってなって、バリーンですよ。まあ、これは、もうダメだな、これ。ジンソニックあたりにした方がいいかもか。炭酸は、強炭酸だから、ジンソニックっていう、トニックウォーターと、炭酸水を1対1で混ぜる。ジントニックの作り方と一緒なんだけど、この、トニックウォーターを半分だけ入れて、あと炭酸水半分で作るのが、ジンソニックってやつなんですけど。うん。多分そっちの方が、美味しいと。うん。まあ、2個入りなんで、万が一ぶっ壊れたとか、割れたってなった時には、まあ代用できますからね。代用っていうかね。うん。綾波レイの、私は二人目だからみたいな。私は死んでも代わりはいるものっていう。N2 バグライ。ダメだな、これ。ジンソニックにした方がいいな、これ。ちょっと炭酸。炭酸水。こっちは
多分さすがに切れてないよな。2019年の9月の4日、危ねえ。まだ大丈夫。強炭酸水。もはやただの、あの、グラスのレビューとかも関係なしに、ただ単にあのジントニックを美味しくいただくっていう状態になってる。完璧。うん。あ、やっぱあれだな、この、アマゾンのボックスってやつ、これ美味しいっすよ。これは炭酸、強炭酸なんです。うん。あとね。あの、ナチュラルミネラルウォーターと炭酸しか使ってないんで。うん。ナチュラルミネラルウォーターを使ってるんで。だから、水じゃないんで、これ。普通だと、だいたいウィルキンソンの炭酸とかだと、水と二酸化炭素。もしくは水と炭酸って書いてある。だがし、これボックスはですね、なんとびっくり。びっくりはこきまろ。ナチュラルミネラルウォーターを使っているという。そしてガスボリューム 5.0 の炭酸ガス。強炭酸。で、こちら会社が、福岡県にある会社です。すごいよな、これマジで。しかも値段めっちゃ安いから。ああ、やっぱ炭酸は、もういいな。やっぱ炭酸いいな。やっぱな。やっぱこの炭酸よ。もう。ハイボールとかカクテルとか、ロングカクテルとかね。炭酸はやっぱ必要不可欠っすよね。マジで。ハイボールとか。強いて言うならば、コカ・コーラの、炭酸がなくなってるやつみたいな。あー、やっぱうめえな。あー、うめえ。炭酸あった方が全然うまい。特に今の暑い、今28度だからね、もうね、くそうめえ。うわ、ということで、こちらは、これがだって3500円でしょ？で、3500円ぐらいだから、3500円か。2個入りで3500円だから、3500円だから、1500円だから、1500円。まあ、1本2000円ぐらいですね。うん。1個2000円ぐらいなんで、まあ、でも、2000円で、これ、いつぶっ壊れるかわからんけど、ぶっ壊れないんだったら、四つ星ぐらいじゃない？四つ星、いや、四つ星ぐらいじゃない？やっぱ若干結露してるんですよ、ここ。ここ若干やっぱ結露してんだよね。若干こう、薄く、結露してるんで。まあ、ほんとこれ結露しなかったらこれ5つ星つけるんだけど、これは、まあ、そこを考慮すると、まあ、4つ星ぐらいだな。それご視聴ありがとうございました。